今回ですね、香港にコメダコーヒーができたのでこちらの方にお邪魔しています。先月かな、できたみたいなんで結構店も綺麗で、いやいい感じですね。食べていきましょう。白ノワールとドリンクだけ飲んで今日は行きたいと思いますね。今日はね、このクリームソーダを飲んでいきたいと思うんですけども、48ドルでね、だいたい1000円ぐらいですね。いやいいね、メニューそのまんまじゃないほぼね。いいね、日本語にちょっと広東語が入ってる感じ で今日はちょっとフードが売り切れてるみたいなんで、まあ、軽くね飲んで白ノワール食べて出ていきましょうかね。これが差し込みメニューやね。あ、これもいいね。でミスカツパンが75ドルなんですけど、だいたい日本だったら880円ぐらいかな。で香港だと1400円ぐらいなんで、だいたい2倍弱やね。うん、オーモスダボなんで。なるほどなるほど。まあ、でもね、他の全部が全部じゃないので、まあ、こんな感じかな。白ノワール来たね。すごいいいじゃん。あ、もうまんまやね。What's this called again? コメダコーヒー。コメダコーヒー。うん、白ノワール。白ノワール。うん、いいね、美味しそうやね。これ蜂蜜食べてかけたらいい。ミニバッテン。OK。Good。うん。This one?そうそうそう、こんなトップで Everything? うん、いや、Everything 言って。Why are we having dessert before dinner? セクシーだねー。しょうがないよ、だって。 OK。 ちょっとやば、このクリームのセンスよね。バチバチに甘そうなコーヒー来たよ。コーヒーゼリーじゃない？あ、ついに探し求めていたコーヒーゼリーが米田コーヒーにありました。いやもうめっちゃ探してたよ、コーヒーゼリー。来ました、メロンクリームソーダ。ビジュは完璧よね。この高さよ、この標高、やばいよね。アイスクリーム looks very... Can I? うん、very milky。 そうなん。おー、なんか意外冷たいって言うだけかと思った。それと一緒にあったかいのと冷たいのをね同時に食べちゃってよ。あ、美味しい。うん、お、よかったよかったよかった。ねえ、うん、食べる食べる。わ、いったね、コーヒーが。コーヒーゼリー、おえクソ甘そうやね。晩ご飯前なのに。あ、本当、まあまあ俺は好きやろうな、全然。うん、あ、そう、下生クリームじゃない、アイス全部クリーム。おお、クリームがいい、いいね。 This is ice。 美味しい？うん。Oh, it's melting your ice. うん。OK、食べようかね。はい、ということでね、コメダコーヒー行ってきましたけど、まあ、今日はね、ちょっとは挨拶代わりみたいな感じで、あ、ちょっとね、ガツンとね、やっちゃったなと思って、バシッとね、甘いもの食べてきちゃいました。でこれからね、ちょっとね、お腹空いたんでご飯食べ行くけど、もう目の前にね、すき家があるんで、すき家にそのまま行っちゃおうかなと思います。ねりさん、すき家行く？オッケー、じゃあすき家行こう。すごい、いやめっちゃもうすぐそこやん。いいね、じゃあすき家に行きたいと思いまーす。はい、ということですき家に着いたんですけど、まさかの激混みで待ちです。いやー、まさかすき家で並ぶとは思わなかったね。いやー、でも待っていきます。いいね、メニューも、わー、いいね、焼肉丼いいね。
どうやろこの牛丼が29ドルってことは大体550円ぐらいなんで、ちょっと高めかなっていうくらいかな。でもそんなねバカ高くはないしいいかな。いやいいね。どれがいい？これがいい？いいね。あいいね。焼肉丼がいいんだよ。もう焼肉丼にしよう。あキムチいいね。あ何にしようかな。いやーやっぱチー牛かな。やばちょっと迷うね。あーいいね。じゃあ初好きはファーストタイム。すごい。タミー。あ、来た。あ、来た。チーズ牛丼。あ、いいね。おー、いいね。いいじゃん、いいじゃん。あ、豚丼来た。バランスあれやけど。豚いいね。紅生姜がっつりのして。結構いくね。よし。あ、いいね。牛は？はい。じゃあ、食べちゃって。はい。カムバック。おいしい？あ、いいね、いいね。あ、ご飯と一緒にチーズライスか。いいね、いいね。そう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 。しやすそうやな。はい、完食。取り残しになって、まあ、いや、美味しかった？よし、じゃあ、オッケー、ごちそうさまでした。して、はい、じゃあ帰りましょう。はい、ということですき家行ってきました。なんとですね、まあ会計が148ドル、148ダラーということで、だいたいまあ2500円ぐらいかな、2800円ぐらいなんですけども、まあね、香港だとラーメンと餃子頼んだらこれぐらいの金額になっちゃうんで、まあ、それで2人分食べれたんで、やっぱすき家は安いですね。いやー、いい感じ。めっちゃ苦しいね。死ぬほど食った。いやー、米田コーヒーの後のすき家で牛丼2杯はきついね。よし、ということで帰ってまたワーキングしましょう。はい、メリーさんワーキングで、僕は一緒に入りたいと思いますんで、また次回ですね、香港美食を送りたいと思います。バイバーイ。じゃあこっちの M がいいか。Okay, M. Do you want a combo? No, 何？ Pork. Pork. Pork.